ちなみにお年は17歳です。17歳、うん、このフルエアロのポテックさんのなんですけど、おもう全部統一感のあるようなこの、もう綺麗綺麗、いやめっちゃ綺麗よ。はい、出張坂戸店のコーナーやってまいりました。超久しぶりです。はい、もう覚えてますか皆さん誰だろうあの新井みたいな感じになってません？皆さんお待ちかね、ひろきくんでございます。はい、すいませんね、パパじゃないんです。とんでもございません。はい、ということで今回はどちらに来てるんですか？はい、これはこちらですね、つくばサーキット、つくば1000コースに来ております。こんな暑い時に来なくてもよくない？もうね、Tシャツ持ってくればよかったよ。いや、もう着替えいるぐらい。いや、ほんとこんな暑い中なんですけれども、うん、今日はたくさんの学生さんがね、はい、はい、こちらの倉庫館に遊びに来ているということで、はい、ちょっといろいろなんか噂によると、凛太郎さんがこうリクルート兼倉庫会をやってるという話ですよね。はい、どんな楽しい車があるのか、ちょっとまず練り歩いていこうかなというふうに思います。はい、はい、もうみんなね、個性豊か。いや、見てくださいよ、もう早速自動車部感がありますね。ドリンチャっぽいのだったり、なんかもう自動車部ですよ、全部。そうそう、グリップだなとか、そう全部あれ、何なんか今日、はい、17歳の高校生、はい、免許持ってないじゃんが来てるらしくて、うん、どうやって来たの？聞いてみようということで、逆にどうするこれ、自分で運転してますか？待って、これ番組出せない、番組出せないから、そこ慎重に行こう。まあ、これじゃない？福島ちゃん、これそんなに早く、ほらレビンって言ってたね。ほら、A86 って言ってましたよ、これ見てください。ナンバーついてますよ、ナンバー。じゃあ自走できてる。そう、自走できてる。すいません、こちら A86 のオーナーですか？そうです。おえ、ちなみにお年は？17歳です。17歳、今17歳で、もう来月で18歳になるんですけども、今は17歳無免許です。なんで A86 が欲しいと思ったんですか？はい、道端で見かけた、まあ、トレノだったと思うんですけど、うんうん、あの形、四角い形っていうのにもう惚れ込んで、カクカクしてるね。今の車にはないような古い、うん、なんか、まあ、ちょっと小汚いような感じ の走ってる感じというふうに聞かれて、お、それ何歳ぐらいの時ですか？いや、去年の10月なんです。最近じゃん、しかもそれまでは車に興味もなかったです。え、ちなみに今何部だっけ？自転車競技部。関係ねえじゃねえかな。え、自転車競技をやりながら、はい、その車をまあ所有して、はい、これ実際オーナーは誰になるんですか？一応な名義としてはお母さんがまだ未成年なんでやってるんですけど、逆に17で私のっすって言われたら、これもおーっつってなりますけど、まあそうですね、免許取ったらこっちに移してっていう感じでやろうと思ってます。へえ。で、なんかそのドリフトをやられてるっていう話も聞いたんですけど、はい、ドリフトに興味持ったきっかけって何ですか？母の知り合いにドリフトをやってる人がいて、もそれこそ現役で昔の走り屋時代からもずっとやってきてみたいな人がいて、まあその人86じゃなかったんですけど、32のスカイラインの横乗りをして思いっきり飛ばしてもらったあの時の G と加速と思い通りに操ってる感じっていうのにも素晴らしいと思って惹かれて。なるほどね。でも自分もやろうと思って。じゃあ今結構練習してる？これで、まあそうですね、走り始めてからもう5、6回は走行会に行って、2ヶ月なんですけど、まだ走り始めて。だそうだよね、去年の10月っつったもんね。かっこいいなって思ったのが10月だもんね。じゃあ半年経って、はい、じゃあ車を納車して、はい、で4月だよね、で今8月だから、はい、この4ヶ月間でもう5回も走行会行ってんの？そうですね、走り始めたのは5月なんで、3ヶ月ぐらいでもう5、6回はなんか自転車競技部 の先生から、お前なんで休んでんだって、さすがに言ってないでしょ。ちょっと今日ドリフト知ってくるんで休みますとは言えない。ちょっと家の事情で。あ、そうだね、家の事情でね。うまいことね、家の事情でドリフトしてきます。ドリフトしてきます。大丈夫、これ出るけど。あ、大丈夫、全然大丈夫です。あ、大丈夫。あ、本当？じゃあせっかくだから、なんかこだわりポイントとかちょっと聞いていこうかなと思いますけど、まずフォルムがいいっつってたよね。そうですね、うん、このフルエアロのポテックさんのなんですけど、うんうんうん、もう全部統一感のあるような、この最初見た時はびっくりして。そうだよね、だってもともとさ、こうオーバーフェンダーとかついてないじゃん、純正は。最初はちょっと流そうと思ったんですよね、この個体自体も話を、うん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 、けど、まあだんだん見てるうちに愛着湧いてきちゃって。ああ、もうそっから沼に入ったと。そうですね。なるほどね。
すごい、ね、そうですね、ホイールとかもさ、なんかその80年代チック で、これすげえかっこいいなと。あ、そうそう、エクイップのこの感じわかるかな、星の感じがすごい好きなんですよ ね、1980年代90年代を謳歌したおじさんたちはこれにこう燃えるわけです。このエクイップのこのゴールドのね、この星がまた最高にいいんですよ。もうミニカーにしたいぐらいかっこいい。あとはそうです、カーボンルーフなんですよね。あ、これ、そうなんです。それが結構自分的には気に入ってて、まあ、開けてもらってなかったら多分。じゃあちょっとすいません、失礼します。じゃん、あ、めっちゃ綺麗じゃん。すごい綺麗ですよ、お客さん見てください、この綺麗な。しかもバケットシート2つもね、ブリッドの土屋さんこうリスペクトの感じがまたたまらないですね。あ、ほんとだ、カーボンだ、すげえ。これでもめちゃくちゃ作り込んでありますね、しっかりね。そうなんですよね、前の人がま完全にドリフトの仕様にしてもらって、足回りも完全にガチガチにしてあるんで、へえ、すごいですね。でも実際乗ってみて、はい、もうドリフトとか普通にできるようになりました。ドリフトはもうだいぶ、あ、本当、もうちょちょいのちょい、お茶の子サイズ、もう自転車よりちょろいぜみたいな、そんな感じ。そんな感じです。あ、そんな感じ。あ、じゃあちょっと先生これ見てたらね、ちょろいって言ってたんで、ぜひ自転車部の方でもしごいてもらって、はい。すごい、ちょっとエンジンも見ていいですか。エンジン、はい、ぜひ。けどまあノーマルなんですよね。あ、そうなんだ。あ、でも綺麗綺麗、いや、めっちゃ綺麗よ。わあ、すごいっすね。あ、でもなんかその年式層よりもさらに綺麗になってる気がするんですけど、はい、当たりですねこれね、個体的にもね。結構当たりですね、今のところ不具合は出たことないんで。あ、そうなんだ、いや貴重ですよ。ここも交換してないんで、そのまま。本当だ、そのまま買った当初の。あ、いいな、このなんかね、この感じがいいんですよ、わかります、この使い込んでる感。でも交換してない、俺 GC8 持ってるんですけど、もうここもう何回ぐちゃぐちゃになっても同じの使ってるんで、シワが寄りまくってますここ。愛着は来ますよね。あ、そうそう、もう変えられない、こっから。いや、すごい綺麗、これ愛着が分かりますよ。あ、これもあれじゃないですか、カーボン FRP、 FRP かな、 FRP です。おお、軽量化もしっかりしてあって、実はなんか2点ほどちょっと気になったことがあって、実はこのテインのサスペンション、これ何ですか、この上についてあるやつ、調整機能があるんじゃないですか。調整ができて、これです、テインの EDFC、 これ車内からここのボタン一つで、あの車の、まあ、サスペンションの硬さとか柔らかさを調整できる機能がついてます。あとこれデフィのなんかすげえかっこいいんですけど、これ最新の感じがして、これ結構全部の情報が取れるんですよね、ここでね。いや、かっこいいな。逆にもうなんかアナログメーターは見ないぜという強い意志を。ちょっと見たかったですけどね。あ、ちょっと見たかった。本人的にはちょっと見たかったけど、まあ、別にでもこれがついてるからといってなんか不具合があるとかないですよね。全然いろいろ見れるんで。ああ、そっかそっか。オイルのストレスから何から見れるのが自分的に。あ、なるほど。いや、すごい。いや、なんかね、ちゃんと最新の技術というか最新のパーツも搭載した上でこうドリフト AE86 をこう楽しんでるなというイメージがあって、大変いいんじゃないでしょうか。私的こうアピールポイントみたいなあります。そう、ロールケージとか全部ガチガチに作り込んである、もう完全なドリシャだけど、まあしつこくないような仕上がりになってるっていうのが、まあ自分的には。確かに俺個人的にそのバランスがいいなと思ってて、はい、そのドリシャとかで本当に上の車になっちゃうともうわけわからないじゃん。そうなんですよね。なんかそのエンジンも近ければボディもほぼパイプフレームみたいな、だからそういうんじゃなくてしっかりこう汎用性があって一般の運転もできながら、なおかつまあ週末サーキットね行けばドリフトもできるしみたいなのがすごい俺個人的にいいなと思ってて。いや、でもあれ住んでるのが前橋？前橋ですね。じゃあもう赤城山と春なら、じゃあイニシャル D の聖地 で、そうです。ああ、なるほどね、イニシャル D の聖地、なおかつそこで育ったこの17歳、まだね免許ないですけども、はい、来月から、そうです、来月からこう満を持してですね、あのドリフトデビュー、まあ、ちょっとさっき話したら残念がってたんですよ、免許取れちゃうんですよみたいな。残念この免許ないけどこのサーキットとかでドリフトしてるのが若干かっこいい的なところあったね。ありましたね。わかる。でも俺も確かに免許なくてサーキットでドリフトしてると思うとおやってなります。まあでもね、しっかり免許取ってこれからもまた楽しんでいきたいというところで、はい、まあ、ぜひ引き続きね
ドリフトをやってもらって、またよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。お知らせがあります。この度、アヘッドモーターサービスでは、新たに一緒に戦ってくれる仲間を募集しています。モータースポーツはじめ、まあ、チューニングもやってるじゃないですか、はい、うちら。そうですね。まあ、車両販売からさまざまな自動車事業をやる中で、モータースポーツをいじった経験が普通にお客様にフィードバックされて、まあ、チューニングも含めて提案させていただいてるんですけども、うん、まあ、ぜひうちらのチームに入って一緒に働いてみませんかということで。はい、そうですね、はい、本当にね、AJRT の活動も通してですけれども、まあ、あとはね、テリーちゃんの車の話という、ね、そうですね、番組にもね、たくさんいろいろと協力もさせていただいてというところで、ここでしかできない経験皆さんありますので、ぜひね、振るってご応募いただきたいところでございます、はい、そして、ブレス、お、はい、板金塗装で、おなじみのブレスも一緒に働いていただける仲間を募集しています。まあ、今もね、塗装部も板金部もね、稼働していますけれども、まあ、そうですね、はい、みんなでね、やっぱり盛り上げていきたいなというふうに我々思ってますので、はい、一緒にですね、楽しく働ける仲間募集していますので、はい、ぜひこちらをクリックしてください。特に今年はですね、チャンピオン取りますからね、皆さんチャンピオンの一員になりませんか、はい、中古車買取ホット、車買取専門店、高価査定はプロにお任せ、お手軽スマホ査定なら最短5分、中古車買取ホットで検索。車のことならアヘ、ガスタムカー中古車販売買取ならアヘッド。車の話番組 YouTube では未公開映像や特別映像を公開しています。チャンネル登録お願いします。